劇場公開用ポスター、地獄の英雄は1951年のアメリカ映画。物語は、チャールズ・テータムという男がニューメキシコにある小さな新聞社に自分を売り込むところから始まる。彼は優秀な新聞記者だったものの、己の野心のために手段を選ばない独善的な性格と勤務中に酒を飲む上司の妻に手を出すといった悪癖のせいで、 数々の大手新聞社を首になり、田舎町の新聞社で働きながら、スクープを掴むことで記者としての再起を図るつもりだった。それから一年が経ち、平和な田舎の日々に苛立ちを感じていた頃、取材途中に立ち寄った地で、レオミノザという男が、落盤事故で生き埋めになっていることを知る。チャールズは、不幸なニュースが一番注目を集められると判断し、レオの救出をわざと遅らせ、 事件をより大きなニュースにしようとする。一方、レオの妻のロレインは、夫の安否をそっちのけで事故の見物客相手に、商売を始める。悪徳保安官を抱き込み情報を独占することで、チャールズは、目論み通りニューヨークの大手新聞社へと復帰する、ことに成功する。その後、レオは、救出が遅れたために肺炎にかかり、瀕死の状態になっていた。 両親の葛飾に駆られたチャールズは、結婚記念日のために用意しておいた怪我を妻に、渡して欲しいというレオンの望みを叶えてやる。夫からのプレゼントを趣味が悪いとあざけり投げ捨てる。ロレインを見て、チャールズは逆上し、彼女を考察しようとする。抵抗するロレインは手に持っていたハサミで、チャールズを刺す。チャールズは重傷を負うが、医者に行こうとはせず。 レオのために牧師を呼びその最後を見取ると、救出作業の中止を命じ、大衆の面前で、レオの死を宣言する。最大のスクープをやわせた、多数の記者たちに提供してしまったチャールズに対して、ニューヨークの新聞社は激怒し、即刻首にする。チャールズは、レオは死んだのではない、殺されたのだ。と真実を告げようとするが、新聞社の編集は真に受けず、電話を切る。 品種のチャールズは、ニューメキシコの新聞社へと向かう。まともに歩くこともできないチャールズは、物語の冒頭と同じように、俺を雇えばたんまり稼がせてやるぞ、と自分を売り込みながら、床に倒れ伏し、生きたえる。括弧内は日本語吹き替えノミネートアカデミー脚色賞、ビリー・ワイルダー、レッシャー・サミウェルズ、ウォルター・ニューマン受賞音楽賞、国際賞主人公が、 新聞記者になるきっかけとなった映画として、現代のエースインザホールで言及。ありがとうございます。